私ドクター熱血が一から作り上げているブレソル攻略ウィキの紹介です。2年前から公開しておりますが、認知度が一向に上がらないため、今後動画の冒頭で宣伝させていただきます。ブレソルを始めたけれど何から始めていいかわからないなどの初心者の方へ、おすすめのクエストの進め方やグループバトルのノーマル、ハードなどの各種クエストの攻略法、最新ガチャの紹介などもしております。中級者以降の方におすすめなのは、各星4キャラクターがどのクエストで手に入るかを全て網羅しており、霊力の回収の手助けになると思います。ウィキには概要欄から飛べますので、お気に入り登録やブックマークをしていただき、ぜひ熱血性のブレソルウィキのご活用をよろしくお願いいたします。また2022年末より毎週水曜日22時頃からと言いつつ、大体23時ぐらいから YouTube ライブでブレソル1週間のまとめと共闘を放送しております。現在150回を超えて放送を続けております。お時間がある方はぜひ見に来ていただけると嬉しいです。こんにちは、ドクター熱血です。今日は転生キャラ紹介いってみたいと思います。水着の織姫空格よるしさん、はい、転生いきましょう。海だー、楽しいね、ローリングアタック、こっちで遊ぼう。それ楽しかった、また一緒に来ようよね、ちゃん。遊び足りないよ。はい、ズンズンズン決定、不活選択、はい、必要な素材、ズズン、早くなったねこれね、ズンズン、簡単、次、お、始めるぜ。あら、当たんなかった。ダメや、ガンジュの野郎に任せておけねえ、しばけ秘伝の一撃だ、とくと見やがれ、怪我するぜ。大量だな、はい、ズンズンズン、パス選択、必要な素材、能力解放して、ズンズン、はい、あっという間のレベル200、楽しむとするかの、転生、楽しむとするかの、空濡れるぞ、もっと聞こうよランカー、もっと楽しめ、開放的になったわしの力はこんなものではないぞ。どうじゃ、残念じゃの、チーと遊び足らんの、はい、ちょっとキャラが足んなくなるんで、楽
楽しむとするかな。キャラ強化。必要な素材。能力解放。ツンツン。さあ、より参加でいっちゃおうかな。強攻撃クルタイム 12% 短縮に強攻撃ダメージ 16% アップ。非常に優秀な、普段使いに優しい能力してますね。とってもいいと思います。楽しむとするかな。ぜひ冷圧つけたいですね。ちょっと強攻撃、あと通常になっちゃってますけども、あ、攻撃になっちゃってますけども。今日のわしは一味違うぞ。しかと目に焼き付けるんじゃな。楽しそう。そしてお、始めるぜ。実は今回最も重要だと思われるのがこの空格さん。ソウル特性強攻撃ダメージ 20% アップに体力最大値限定強攻撃ダメージ 20% がついたと、アップがついたと。グループバトルサブに、最適なんじゃないかなと。強攻撃 40% アップ。今までは強攻撃ダメージ 20% アップに体力最大値全ダメアップっていうのが一番良かったんですけども、これは強攻撃ダメージ 20% アップがつくことによって、あのサブの連中が強攻撃だけやりたいっていう場合はドンピシャですね。ぜひここは冷圧つけたいところですね。後でちょっと再抽選します。海に咲く花ってのもおつなもんだな。空格さんはね、今回の転生で一番の当たりキャラです。これはぜひやってほしい。海だー。織姫は強攻撃クールタイム 12% 短縮にフィールド侵入時 16% 回復がついたと。一番重要な点としては、このキャラが転生したことによって戦記クエストが2編がですね、ここが全部織姫で組めるっていうところですね。これが一番大きいですね。ぜひ3体持っとくといいんじゃないかなというのが織姫ですね。なので今持ってる人は、持ってて、他にいないっていう場合は来月パックが来ますんで購入したらいいんじゃないかなと思います。空格さんはね、やっぱもぜひお始めるぜ。レベル1でも必殺技レベル1でもいいからリンク要員として持っとくとマジで重要。今のところ地属性で強攻撃ダメージアップに体力最大値アップっていうのが3体だったんですけども、いずれも22、あ、そうか、ここ20、20か、25、16で20、16なんで、剣八よりも強攻撃に特化してるというところですね。こちらのアイゼンは、全ダメ 20% アップなんで、能力としてはこっちの方が上ですが、冷圧が741で、こちらの空格さんがお始めるぜ。1個ついちゃってるからな、862、こっちの方が高いんで、冷圧、素の冷圧が高いんで、強攻撃だけで見ればこっちの方が優秀ですね。っていうとこじゃないでしょうか。非常にどれも優秀ですね。その戦記の織姫、グルバトサブ要員に必須な空格さん、そして普段使いにとっても優しい夜一さん、いずれもいいキャラクターです。楽しむとするかな。せっかくなんで10まで上げてあげましょう。最近継承やってねえな。これでみんな色変わった。はい、こんなとこでなんじゃないでしょうか。ぜひともね、ゲットしてください。来月パック販売です。今回はここまでです。以上ドクターナックでした。お疲れ様でした。